こんばんは、かずやです。やっぱり動画の分野では、ソニーが圧倒的に強いですよね。え、おとといですね、最新の VlogCAM ZV-E1 が発表になりました。先行レビューされている動画がいくつかありましたので、それ見たんですけど、いやー、あれはいいですね。メリットを書き出してみたんですが、まあ、ちょっと順番がね、適当ではありますけれども、 FZ100 っていうその大きめのバッテリーが使えるっていうことですね。まあ今日使ってるこの α7S3 とか、あの他の、えー、カメラにも使われてるもので、その辺が共有できるというのはいいなと思いますね。で、と手ぶれ補正がね、強力だということです。まあ今までのスタンダード、アクティブだけじゃなくて、さらにその上の手ぶれ補正の段階があるようなので、まあジンバルがなくてもある程度のものは取れるんじゃないかなと。まあ実際にレビュー動画なんか見ると、まあ、 もう十分じゃないかなという感じですよ。で、やっぱ ZV-E1 のすごいところは、フルサイズであのコンパクトさっていうことですよね。まあ、重さも 500g を切ってくるわけですし、え ?α7C とかも切ってんのかな切ってないか。まあ、なんかとにかく軽いカメラだということなので、まあ、どこに持っていくにも、あの、どこでも持っていけるカメラだと思います。で、やっぱカメラってね、 なんだかんだ難しいじゃないですか。そのなんか F 値だ、シャッタースピードだ、イソ感度だとか、でいろんな機能あるしさ。で、そういう知識がね、多分なくても、このカメラは、とっても綺麗に撮れるんですよ。動画ユーザーを意識して、連続撮影もね、結構長い時間できるみたいで、あの、渡辺和正さんっていうね、その商品レビューされてる方が、その先行レビューをして、で、あとその Twitter に、その連続で1時間以上撮影できましたっていうのをアップしてたんですよ。まあ1時間以上撮れればね、もう十分なんじゃないかなと思いますし、 まあもちろんね、その炎天下、その真夏に外で撮り続けるとかは無理だと思いますよ。まあこれ多分どのカメラでも厳しいと思うんですけど、まあ室内で1時間以上撮れるのであれば、大抵の、なんでしょうね、まあ、対談ですとか、まあ通常の動画だっ,だったり対談とかは問題なく撮れると思います。あと内蔵マイクの音質がいいというのもいいポイントですよね。 まあその本体だけで撮れるっていうのがやっぱ手軽でいいわけですよ。まあなんかマイクつけるとより音質が良くなるっていうのはまあ当然ではありますけれども、やっぱね、マイク邪魔だしさ、レビュー動画見る限り取って出しで音も綺麗だし、あと色も綺麗なんですよね。 結構ハイエンドカメラになってくると、そのなんかラットを当ててとかね、なんかログ撮影してラットを当ててみたいな、その色調整してみたいなステップやられる方多いと思うんですけども、その工程を経ずに、まあ本体のみでかなり綺麗な色で撮れちゃうっていうのがやっぱ良さですよ。さらに今までの顔認識だけじゃなくて、まあその動物、まあ動物はなんか今のやつでもできたりするんですけど、虫とか飛行機、まあなんか車とか、 そういうものにもオートフォーカスがちゃんと認識するようになったということなので、物撮る。それだからなんか飛行機撮るの好きな人いるじゃないですか。そういう方にもぴったりですよね。で、やっぱり動画機として、その結構ポイントになるのが 4K60P 撮れるのかどうかっていうところだと思うんですけど、今回のは撮れます。α7C とかだと、やっぱり撮れなかったりだとかするんですけれども、やっぱこれハイエンド機並みのね、 あの、強みを持ってますよ。しかも 4K120P も今後、えー、機能として追加されるということなので、いや、いいカメラ出してきますよね。しかもこれね、さっき言ったようにフルサイズなので、夜も強いわけですよね。暗証でもそこまでノイズを、えー、出さずに撮影できるということなんで、まあ、Vlog カムとしては最高なんじゃないでしょうか。デメリットとしては、まずね、カードスロットが一つっていう、 まあこれ、どうでしょうね。あの、YouTube ぐらいの用途であれば、全然、あの、1個でもいっちゃいいんですけども、その、コラボ撮影とかさ、なんかその、失敗できない時に、その、メモリーカード2つ入れて、2つで同時記録するっていうのは、やっぱ保険としては欲しいなとは思いますけど、このコンパクトボディなら、まあ、1つでもしょうがないですね。で、あと、1200万画素っていうのも、人によってはデメリットになるかなと。その、これで写真も撮りたいっていう場合に、1200だとね、 ちょっとちっちゃいかなっていうのはありますよね。で、このフルサイズミラーレス機にしてはコンパクトでものすごい軽いと、まあそのちっちゃいっていうのはあるんですけど、それでもフルサイズなんでレンズがでかくなっちゃうんですよね。で、あと、まあその操作感で言うとダイヤルがちょっと少ないのかなっていう、ダイヤルとかボタンとかが少ないのかなと思うんですけど、でもこれもね、コンセプト考えると、まあ、 なくてもしょうがないのかなと。だってその、取って出しで、そのなんか、何も考えずに取って綺麗に取れますっていうのがコンセプトだから、まあ逆にそんなボタンとか、ダイヤルとか、付きまくってるのもおかしな話だし、まあそれでね、足りねえっていうなら、もう他のね、より上位機種とか、このなんか α7S3 とかさ、買うだろうしね。あと、ファインダーがないっていうのもね、デメリットといえばデメリットなのかもしんないですけど、まあ僕も最近 FX30 とか使ってるんですが、ファインダーは、ね、いらないです。で、あとね、 あの最まあ、これどうだろうな、デメリットって言っていいのか分かんないですけど、値段が高いっていうのが、一番インパクトあるかもしれないですね。まあ、ちょっと前に、まあ、この動画専用機ではないですけども、ルミックスから S5M2 a r k っていうのが発売されたんですよ。あれだったら、まあ、30万ぐらいでレンズ2つついてとかさ、まあ、そんな感じで買えたりするんですけど、これ本体だけで30万ぐらい、あのなんか今、ね、店舗価格33万みたいな話ありましたけれども、 まあでもどうでしょうね。30万ギリギリ切る。その量販店だったら切るぐらいになるかもしれない。にしてもね、これまでその Vlog カムとして出てきた ZV-1 とか ZV-E10 とか、あれなんてもう10万円以下ですから、それに比べると、その、コンパクトなんだけど値段はヘビー級なんですよね。まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、そのコンパクトさ求めるなら、 そもそも僕はね、フルサイズいかない方がいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、さっきもちょっと触れましたけども、本体をね、いかにちっちゃくしようともね、レンズはね、そこそこ大きくなっちゃうんですよ。まあ 24mm の F2.8 とか、あの 40mm とか、なんか 50mm ぐらいでちっちゃいやつあるんですけれども、ちょっとね、いろいろその、 多分やっていくとね、やっぱそのズームレンズで16、35とかさ、なんかああいうのが欲しくなってくると思うんですけど、軽いのはそのフルサイズレンズにしては軽いんだけど、やっぱりちょっと大きいしさ。で、本体が30万でしょで、レンズもそういうの買ってったら、まあ多分ね、なんだかんだ50万以上とかになってくるでしょその金額を考えると、もうほんとね、選択肢がね、広がっちゃうわけですよ。まあそれこそ僕がちょっと前に買ったこの FX30、まあ APS-C のセンサーですけれども、 これなんてね、二十数万円ぐらいでしょ。で、レンズは APS-C なんで、ちっちゃい、コンパクトだし、まあ、そんなに、あの、フルサイズほど高くないしさ。どうしてもフルサイズがいいんだっていうのであれば、まあ、ハイブリッド機としての α7-4 もあるし、コンパクトさに振った α7-C とかもあるし、ただ、その α7-C とかだと 4K60P 撮れないっていうのもあるし、まあ、そのね、レンズ、まあ、あれは結構長く撮れるか。本格的にやるんだったら α7S3 とか FX3 とか、そういう選択肢もあるし、 なんか、あの、あとね、あの、キットレンズね。今回キットレンズであの2860ですかのレンズついてますけど、あれはね、v 6 c カムにつけるレンズじゃない。ZV-1 っていうね、僕あれ本当に名機だと思いますけども、唯一のやっぱ欠点っていうのは画角だったと思うんですよね。あれ2 4ミ、mm、リスタートなんですけど、あれね、2 0ミ、mm、リスタートだったら本当の紙機だったと思います。ZV-1F っていうやつがあれ、2 0ミ、mm、リかなって出たんですけど、なんかね、いろんな機能がね、ZV-1 の劣化版だったりするから、 ZV-1 の機能がありつつ、レンズが 20mm スタート、20mm、50mm とかでもいいですけども、だったらより良かったんですけどね。で、今回の ZV-E1 には 28mm スタートのレンズ、まあ、ちょっとだから画角が狭いんですよ。で、あの、いろんな機能ついてるでしょなんかあの、えー、クロップ前提でいろいろ追っかけてくれるとかさ、そういう機能がついてるのは嬉しいんだけど、それなら 28mm スタートだ,だったら絶対狭い。自撮りするにも多分ね、顔めっちゃアップになっちゃうしさ、 うん、まあやっぱり 20mm とか、まあもしくは 18mm、16mm、15mm とかさ、なんかそういうなんかコンパクトなレンズを出してくれたら、まあこれから出すんですかね、そういうの。良さげなレンズとしては、まあコンパクトさでいうと、16、35の F4 とか、あとこの前発表された 20mm、70mm とか、まああれなんかいいですけども、 やっぱちょっと大きいんですよね。値段もヘビーだし。だからやっぱね、いろいろ考えていくと、総合的に Vlog カムとして一番頑張ってるのはこのね、FX30 なんじゃないかなって思うんですよね。今これ付いてるのが、えー、15mm の F1.4G っていうレンズなんですけど、まあこれ単焦点で。で、1.4だから結構明るくて、あの最近のポコちゃん映像とかほとんどこれで撮ってるんですけど、 まあ AP、APS-C でも1.4、F1.4 であれば相当ボケますよ。しかも軽い。200g ぐらいだし、値段も10万円以下だし。まあね、ZV-E1 発売、まあ、発表になりましたけれども、僕はね、最近この FX3 で買っちゃったので、まあ、うん、新しく買うってことはないかなと思いますね。多分ね。α7C あたりを処分して、まあその、なんていうか、買い替えるというのも一つ手段としてはあるのかもしれないんですけども、 まあそこ、うんま、でも運用面考えるとね、結局 FX30 でいいじゃんっていうのもあるわけですよ。だからま、ターゲット、今回の ZV-E1 のターゲットとしては、その YouTube を始めて結構軌道に乗ってきて、ある程度お金が入ってきました。そろそろカメラでも買おうかな、みたいな人にぴったりのカメラだと思います。今もうすでにそこそこカメラ持ってる人が新たに買う必要があるのかっていうと、まあ、どう、うん ま、買うのはありだけれども、どっちでもいいかなっていうね。本当に手軽にものすごい綺麗に撮れるカメラだと思います。あの、シネマティックブログみたいなものが、標準で撮れるようになってるので、まあ、そういう映像を目指しているというのであれば、まあ、買いでしょうね。しかし30万円。さらにレンズも持ってなかったら、その投資も必要だし、まあ、50万コースですよ。50万なんてあったらね、この FX30 だったら、まあ、レンズ買ってもお釣りが来ますからね。 つまり FX30 最強なんじゃないかなという思いを新たにして、えー、今日はこの辺でね終わりにしましょう最後に FX30 で撮ったポコちゃんをご覧くださいたまらん妻が外出するとポコちゃんがやってきますたまに外出してもらった方がいいかもしれないねポコちゃんふいふ逆 <laughs> に言うと妻が外出しないと来ないっていうね 寂しがり屋のポコちゃんです。いやたまらんな可愛いねポコちゃん。なんで見てくれないのかな。<laughs> 可愛いね。